はい、こんにちは、文具王です。今日は、日本手帳の会っていうところがやっている夏祭りというのに来てみました。ということでちょっと見ていきたいと思います。ちょっとね、最初に取り忘れていたので、もうすでにですね、片付けモードに入ってるんですけれども、こんな感じの会場でですね、まあ、手帳のいろんな、まあ、作家の人とかいろんな人がですね集まって、手帳に関してあれこれいろんなですねブースを出しているって感じだったりします。ということで、順番にちょっとね見ていきたいと思います。こちらマートさんのブースです。以前に、これですね、インクマスカラでちょっとお世話になりまして、使わせていただいた動画やったかと思いますが、マートさんが、出展しております。今回の見どころは何でしょう？今回はですね、軸を選んでいただいて、それに目の前でマスカラのヘッドをつける。でそれを皆さんの書き癖に合うように調整してお渡しするという、ちょっと対面イベントが久しぶりなもんですから、ちょっとオリジナルの マスカラを作っていただけるので。なるほど、はい、私がこう使ってるのはこのタイプ、黒ですね、はい。今色の軸の色とかを選べたりとか、あと軸もなんか、そうですね、種類が増えてます。名木で作ったりですとか、すごいですね、あとは太いの、はい、細いのとか、短いの長いとか、いろいろございます。真鍮もございます。なるほど、はい、ということでいろんな、種類が今増えてますよということですね。それとあとはインクですか？はい、オリジナルの固定インク3色ございまして、はい、であと染料インクも1色ございます。セーラー製ですけども、はいはいはい、はい、作っていただきます。はい、土橋さんがブースを出されていますということで、こんにちは。こんにちは。はい、今回はどんな感じですか？もう私が10年ぐらいずっと使っている時計式のフード管理システムというものを、まあ、今回手帳のイベントなので手帳度の高い人たちが多いので、これを、紹介販売をしています。はい、ちょっと特徴を説明してもらっていいですか？これで1日を管理するんですけども、時計の中にこんな感じで直接、予定を書き入れる、うん、すごく簡単なんですけども、使ってみると手前味噌ながらすごく便利で、いわゆるトゥードゥーリストってリストでこう書くと、なんだ、一つ一つのトゥードゥーの30分で終わるもの、15分で終わるものがなんか全部並列に見えちゃうのが、これが30分、1時間っていう、全部そのかかる時間を埋めていけるので、なんだろう、無理のない予定が組めるっていう。で終わったらこんな感じでグレーで塗っていくと分かりやすい。でその時に時計を隣に置いとくと、今何をやるかってことが分かりやすくなります。なるほど。高橋さん、使っていただいたことあります？前にもいただいてちょこっと書いてたりします。はい、どちらかっていうとあれかな、手帳使ってるんですか、高畑さん？僕あとね、なんでしょうね、細切れのトゥードゥーをなんかやったりやらなかったりとかで、うん、なんかいや、むしろね、1日の時間割をそんな風にうまくできてないっていうのが、まあ自分の、まあ、反省点でもあるんですけど、なんかそう、この時間は何をするっていうのを、うん、なんかちゃんとできない人で、効率が悪いんですよ。そんなことないです。あれですか、はい、ぜひ使ってみてください。はい、ということで、まあ、今回はこれを紹介してね。はい、来週ですね。これはどういう感じの？そうですね、これはですね、地球歴といって1年をですね、こうもうパッと見てわかるようなカレンダーになってまして、それぞれ太陽を中心として、水星、金星、そして僕らのいる地球ですね、こういう惑星ピンを打ちながら、今地球がどこにあるのか、そして僕らが今どこにいるのかっていうことで、もう1年をパッと見ることができるカレンダーということになっています。はい、あとですね、はい、でまあ、それぞれこの円にこうちなんだアイテムですね。そう、なので暦の進めというブレンドレッドとか、あとは竹のノートでできている円紙です。はい、あとはその1年を音楽で表したりとかということで、基本的にはこの宇宙とかそういったものをチャレンジして扱っているものになります。はい、ノートさんのブースです。今回はどんな感じでしょうか？いつものノリタクリ、カードシリーズなんですけど、最近イベントではこのようにですね、冷ややこじゃなくてバイキングという感じで、まあ、詰め放題というか、詰め放題はこれどんな感じですか？何枚でみたいな感じなんですか？ビニール袋を1枚取って、はい、
でここに入るなら何枚でもみたいな。ああなるほど、はい、今回、はい、新柄とか、はい、ここら辺がね、はい、これがイベント限定柄の、まあ、お家の柄ですね。はい、で新たにマーブルを作ったので、こちらも新柄でちょっと新なんとかまあみたいな感じの、あ、そう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 、はい、ちょっと我々世代には懐かしい、はい、懐かしい、はい、で、うん、あとはレギュラーですね。はい、なるほど。あと僕の名刺、はい、あ、名刺作ったんですね。いいですね。これもよかったらもらってってください。はい、はい、なるほど。はい、あの塗りたくり絵はね、以前にあの、はい、僕の動画の中でも紹介しました。あの、はい、真っ白に見えるんだけれども、実はこれよく見ると水を弾くインクで印刷がされているので、はい、まあ自分の持ってるインクを適当に塗ると、はい、こんな感じで綺麗な模様が出てくるよっていうものですね。はい、僕と台湾という名前で、まあ、ケンさん TV という名前で出展しております。僕と台湾という名前で、まあ、今回、まあ、僕トラベラーズノートが大好きで、まあ、ちょっとありがたいことにトラベラーズノートのこういう公式ガイドブックとかに載せていただいてまして、まあ、細い検索という名前で、で、まあ、いろいろと台湾の方たちとも交流がまあ深まりまして、まあ、この本だけのきっかけじゃないですけど、まあ、トラベラーズノートがきっかけで、やっぱり台湾トラベラーズノートすごく人気なので、で、まあ、台湾に通うたびにいろんなまあ文房具を取り寄せたやつを、今回はただ自慢の品を展示してるっていう感じで、今回は販売とかではなくて展示ということですね。なんかすごく自分の好きなものを並べてちょっと喋ったら面白いかなと思ってって形で、今回特に一押しというか何を見せたいっていう、そうですね、やっぱしあのハンコとかですかね、うん、この辺とかのハンコが、はい、この辺のハンコはその台湾とかで買ってきたハンコですか？そうですね、台湾高尾で買ったりとか、まあ、あの台南とか買ったりとか、あと、まあ、台湾の人からもらったやつとかもあるんですけど、うんうん、で、まあ、あともう一個、まあ、これ最近日本で買ったんですけど、台湾 の、 あの MT の出してるマステがあるんですよ、はいはい、でこれなんか柄が全部違う7メーターっていうのを展示してみたいなと思って、トラベラーズノートのこの蛇腹のやつが出たので、はいはいはい、これに全部こう貼ってみたって感じで、もう全部柄が違うんで、まあ面白いかなと思って。7メートル全部柄が違うんですか？はい、そうなんですよ。台湾の名所とかが書いてあるってやつで、もともとこれなんか台湾の MT のイベントで発売されたんですけど、なんかまあ復刻版ってことで最近 MT さんはなんか復刻版をよく出されるようになってて、日本のイベントでたまたま見つけて、なかなかこれもあの普通のノートだったら入れなかったんですけど、たまたま蛇腹式をトラベラーズノートが出したんで、はいはいはい、あ、これはいいなと思って、うん、あ、こういう使い方もたまにはありだなと思ってって感じですね。あの何も売ってはいないんですけど、滞在してすごいいいなとかって、どうしても欲しいって言われてると、ちょっとまあ安く売ってあげたいとかって形で今回は出展しております。ペンサルーンのブースです。はい、ヌルリフィルを中心に万年筆関係の文具、インクとかあとペンケースとかいろいろ作っていて、ここしばらくは馬にはまってるんで馬っぽい文具を作って出してます。馬っぽい文具、はあ、はい、これ馬の背中をモチーフにして、鞍が乗っかってて、あぶみがあって、尻尾があってっていうペンケース、牛革製や馬の水引きなんかも作って売っています。馬の水引き、あ、確かに顔の形にこれなってるんですね。そうなんです、馬の形になってます。最初は贈答品用にあの、はい、ちょっとリボンの代わりにつけられるようにって思って作ったんですけれども、うん、あのせっかくまとめた数作って出してみたら、意外とキーホルダーにつけたりとか、トートバッグの持ち手に結んだりとか、手帳の回だとトラベラーズノートとちょうどいい大きさじゃんっていう風に使ってる方もいらっしゃったりと。馬のでも牛革、牛革、馬の蔵がの材料がもともと牛革なんで、なるほどなるほど、馬が本当に好きな人でも安心して使えますよという。なるほど、本革のペンケースです、はい、あとはもともと同人誌とか作って活動してたんですけども、はい、万年筆擬人化っていう本を、うん、先の5月に発行しました、うん、あとはトノ&リムスさんとコラボしてインクなんかも作ってますね、うんうん、代表製品の一つとしてはこのヌルリフィ ル, ル, リフィルで、これあれですね、あの合成紙でできているので、インクはなかなか乾かないけど、乾かないけれども発色が鮮やかに出やすいです。発色も鮮やかだし、まあ、フラッシュとかそういうのも起きやすいし、そうですそうです、ただこれ
これさっき押したハンコですかね、まだ乾いてないハンコが。そうなんです。なのであの1枚目が、うん、ヌルリフィルの1枚目は吸い取り紙になっているんで、うん、一旦閉じればすぐに乾きますよというふうな。なるほど。ユポシがそもそもあの白色透明のフィルムを3枚重ねているものなので、インクを乗っけた時にすりガラスが透明になるのと同じ原理で、あの 透明度っていうか彩度、うんが鮮やかに出やすい、インクの色が出やすいです、ね、そういうことなんですね。はい。だからインクをのっけてこんなに鮮やかな発色をするんだっていうのは作ってから知ったあの副次的なあれなんですけれども、それがインク好きの方々にすごく好評で、インク好きの間でヌルリフィがそこそこ有名になっているようでありがたいなっていうところでございます。そのイラストレーターさんがもともとプロダクトデザインを大学でやってた方で、これはご自身が描かれたものではなくて、ではなくこんな素敵なイラストレーターさんいるのかっていう風に、この人のイラストで万年筆擬人化したものをまとめてみたら絶対面白いぞということで、このイラストレーターの方に依頼をしてで印刷代はうちで持つんでということで、そういうことなんですね。実際の製品としての万年筆、はい、スーベレーンとか、はい、あのパイロットのカスタムシリーズだとかの世界観を損ねずに、かつどういうキャラクターどういう性格人格を与えればいいかっていう風なところのコンセプトからあの考えてくるデザインしている。でそのデザインの過程とかもあの今回インタビューしてまとめているんで、読み応え抜群の読み物です。なるほど、はい、ミースマイルさんのブースです。システム手帳の中身のバレットジャーナル各種取り揃えてます。特に色見本帳でしたり、はいはいはい、週刊トラッカーでしたり、うんうん、あとマステコレクションシートといいまして、こちらですね、こういうものにマステを貼るだけでちょっとこう可愛らしくなるアイテムですとか、こちらも同じように貼っていただくだけで可愛らしく、うんうん、あのコレクションシートが作ることができます。バレットジャーナルって自分で手書きで書くのがまあ鉄則ですけれども、はい、なかなか座ってゆっくり書く時間がなかったりですとか、あとまあイラストを書くのに自信がないわって方に、でもバレットジャーナルに興味があるっていう方のためにちょっとガイドとなるような中身を作っております。月間表示だったりとか、いろんなチェックリスト的なものだったりとか、そうですね、はい、コロナ禍で睡眠障害を訴える方が多かったので、はい、自分の睡眠の記録ができるスリープログっていうものでしたり、はい、こちらなんですか。これこちらは365日貯金チャレンジといいまして、この数字の金額をコツコツ貯めますと、はい、うん、実は6万6795円貯まりますよという、1円、はい、2円、3円って入れていくと、入れていくと365まで足すと6万6000になるよ、はい、そうなんです。なるほど。こちらはマステ素材のシールです、はいはい、で一応あの水性のペンとか色鉛筆で色を塗っていただくことも可能です。インデックスですね、うん、ここに、あ、こんな感じですね、はい、ノートの端っことかにちょっとはみ出す形で貼れますよ、ね、はい、貼れます、うん、で、まあ、あのここにはちょっとないんですけれども、はい、1月から12月までと、まあ、インデックスとかキーとかチェックリストとかっていう風なものも一緒に入っております。これはピピピのピオ考案でよろしいんですか、はい、手作りの手帳入れるポーチの方を作らせてもらってます。で私はトラベラーズノートが大好きなんで、うん、トラベラーズノートがちょうどいいサイズのポーチ 2種類を作ってますこっちがレギュラーサイズが入るポーチで、こっちがパスポートサイズが入る。で、まあちょっとついでに、ついうっかりでペンケースとかメガネケースになるようなものとか、うん、あと編み物好きなんでドリンクホルダーになるようなものもちょっと作って売ってます、うん、で、まあ無地でシンプルなものなので自分でカスタマイズして、私なんかだとバッチバイつけてみたりデコってみたりもできますよっていうような商品で、今やってたこれの、レーザー刻印、そうですね、こっちはレーザー刻印で、はい、まあ、自分の好きな図柄を、白黒の画像があればこうやって刻印できるように今回は、文具プランナーのマキさんの、はい、ブースです。今回は日めくりフリーという日めくりシリーズの、はい、まあ、あの自分で日付が書き込める
フリーに日付がなっている付箋と、あと自分のブランドでアンドミューというブランドを最近立ち上げたんですけれども、まあ、猫に関する文房具などなどを作っているの、そちらの販売をしてます。こちらはしおりで、はい、猫が本の上を歩く猫ということで、こんな感じで挟むとこうなって、あの可愛いというもう機能じゃないです、可愛さ重視、はい、っていうものと、マスキングテープもオリジナル、はい、オリジナルで自分で書いた文字をマスキングテープにしました。でたまに猫耳がついているところがポイントで、シックでありながらもちょっと可愛らしさも出して、バレットジャーナルなどに使えるような、私も手帳に実際使ってるんですけど、こんな感じでね、はい、手帳の月の表示とかに使えるようなちょっと大きめのマスキングテープです。レッツステーショナリーグッズと言います今システム手帳、透明なシステム手帳を、展開しているメーカーになります。と中身が見せられるっていうことで、はい、このリフィルの中身を変えれば、ご自身の好きなようにカスタマイズできるというのが、まあ、大きな特徴となっております。バイブルサイズとミニロックサイズの2種類、はい、クラウドファンディングで925%達成、はい、おかげさまでありがとうございます。現在 EC の方で販売しております。こちら薄くて、はい、ペンタボリックというイタリアンレザーペンケースですね。薄いのに伸縮性がちょっとあって、このサイズで12本から15本ぐらいのペンが収納できるというペンケースになっています。これ本革です。イタリアンレザー、イタリアンレザーの本革のペンケースです、はい。雨こさめです。楽しい雑貨を作ってます。毎日ちょっと楽しい気持ちになれるような雑貨を作ってます。マルチクロスを新柄をお持ちしました、はい、メガネフティーですね。こう文具のイベントなので、お化けが万年筆を持っている柄を新しく持ってきました。天気図柄をモチーフにした図案がうちのメインアイコンなんですけれども、はい、それをサンレイド紙といって、万年筆のインクの筆記に適した紙を使った書きやすいメモ帳を作りました。これは本文もこんな模様が入ってるんですか？そうですね、メモ紙なので全枚この柄が入ってます。一枚一枚バラバラです。バラバラの、はい、カード状の感じの。そうです、そうです。なるほどなるほど。システムバインダーのリフィルとかですね、はいはい、このお化けはたまたま生まれたんですけど、とっても可愛いねということでみんなが可愛がってくれてるキャラクターです。スタンプとかそういうものができますよ、はい、って感じですね。そうですね、天気とか気候をモチーフにした雨の名前を持つインクです。天気雨とか、はい、夕立、紫雨、静寂、雷雨、月しぐれと、月しぐれの月の光をイメージしたのがこのラメでちょっと光ってるこちらなんですけれども、はい、このラメがない方が無月です。月のないです。ノイエグレーっていう、ノイエグレー、もともとはこの紙を一から開発してまして、そのノイエの紙を使ったシリーズを総じてノイエグレーというふうに言ってしまう。この色の名前がノイエグレー、よく見るとグレーがかってるっていうところで、反射が眩しくなかったりですとか、眩しくない髪っていうとちょっとこういうクリーム色系の髪がイメージあるかと思うんですけど、これだとやっぱりちょっと色が変わって見えてしまったりするのを、ノイエグレーだとこう綺麗に色が映るっていうところ、そこが特徴としてありますね。ニュートラルな目に優しい髪ということ で、 で、ね、黄色じゃなくグレーという、グレーかっこいい印象が結構、今回、まあ、手帳夏祭りっていうことで、手帳のリフィルがバイブルサイズと英語サイズがどちらも4種類、メモパッドはこういう風に英語の手帳にこう差し込んで使える、ピリッとこういう感じで簡単に切り取ることができます。プレゼンテーションペーパーっていう、まあ、コピー用紙みたいなペラの紙なんですけれども、もう自分で、まあ、カレンダーの模様を印刷したりだとか、あと切って、まあ、お好みのサイズにして自分の手帳に挟んだりとか、自由な使い方をされている方が多くいらっしゃいますね。まあ、自作で手帳も作れるような感じなんですね。まあ、こちらはプレノートといいまして、ノートになる前の段階のものでして、こう表紙の模様とかもないので、こっちの向きでお使いいただくこともできますし、まあ、こういう向きでお使いいただくこともできるという、 A6、A5、B5 のサイズになっているということです。クリアホルダーでございま
ますね。あのエグレーの色に近づけるようにと。これだけはだから紙じゃなくて、うっすらグレーのクリアホルダー。こちらはですね、三菱鉛筆さんとコラボしまして、うん、ノイエグレーの色で作ってくれて、これは色を作ってもらったんですか、この色 で、 あのコラボして、まあはい、インクは黒なんですけれども、はい、この外見がこうセットにした時に馴染むようにといいますか、うん、シリーズ感を出すために統一感が出るようにあのコラボしてもらったっていう、ね、パワータンクですか、これ加圧式のこういう向きでも、はいはい、こういう向きでも描けますし、水の中でも描けるっていう、はい優れものではあります。大きいのがロール付箋となってして、ミシン目が入ってるので切り取ってこういう風に全面が塗りになってる。でこれも剥がせるので好きなところに貼り直したりができる。こっちの2つがマスキングテープになってまして、うん、4種類あるリフィルと同じ模様がボールペンとか鉛筆でインクを弾きにくいみたいな。そうですね。はあはあ、書けるようにっていう。紙の特徴としてはマネースとかのインク部分が裏抜けしにくいというのも。この製品の魅力の一つです。こちら万年筆で書いてくださったんですけど、そのようなそこも結構ご好評いただいてる面ではあります。あとはブックかな、まあ、表紙から中身まで全てノイエグレーの紙で作られております、はい、かなりページ数ありますね、これ、はい、実は514ページございます、はい。お部屋に置くだけでもちょっとおしゃれな感じが出るかなと。中は無地ですね。罫線の入ってない無地になってます、はいはい、こちらもお好きにお使いいただけます。ページの最初の方にはこういう印刷した時にこういう色の乗り方になるという見本が数ページ入っております。成分堂さんですね。はい、そうです、はい、ありがとうございます。今回あの初めてあの出展させていただきまして、我々あのなかなかその成分堂という名前は表には出ないんですけど、まあ、OEM 中心 でこういうようなところでちょっとコミュニティで参加させてもらって我々の名前を知ってもらうというような形でやらせていただいています。成分堂さんって普段はどんなことをやられてるんですか。はい、あの本当に手帳とかノートを OEM 中心なんですけれど、あの私どもの工場で、一括であの生産させていただいているという形ですね。で今回は、はい、成分堂手帳用紙の紹介をさせていただいています。であのこちらはですね、あの今回出展しているノートさんとかでノンブルノートを作ってるんですけど、はい、そちらでも使っていただいているあのツルツルとした紙なんですね。うん、はい、あの手あの書き心地としてはすごくあの気持ちがいい、あの書き心地のいい紙になっております。まあ、手帳用なんで薄くなってますのでページ数が厚くなってもあのこちらを使っていただければそんなに厚みが出なくなるというような形になります。これは成分堂さんが手帳用紙として開発した紙ということですね。はい、はい、そうです。オリジナルの手帳用紙で、あのいわゆる特付き用紙っていう形ですね。ですから私どもに注文いただけないとちょっと使えない紙ではあるんですけれども。なるほど。はい、で今回の展示は、はい、そのこの紙があるんだけれども、はい、まあ、こういう紙でものが作れるので、はい、まあ、手帳作りたいっていうメーカーだったりとか、そうですね、はい、そういう人が、まあ、あのお客さんとしていただければ、で本当に書き心地をちょっとあの試してもらうっていう目的もありまして、本当にあの私どもの気持ちいいあの書き心地をちょっとご紹介させていただければなと思って。あとはこちらは、はい、こちらはですね、はい、もやちんノートというものになります。はい、でまあ、アンガーマネジメント的なあの要素の持つあのものなんですけれども、怒りのコントロールってことですね。そうですね、はい、あのせっかくあの、まあ、いろいろもやもやした気持ち、イライラした気持ちをあの家に持ち帰った時にですね、ネットでこう書き込むよりはあの書いてあの落ち着かせてくださいという形で、さらにこれはあの水溶紙を使ってまして、水に溶けやすい紙を使ってるんですね。それを水につけていただいて溶かしてトイレで流すんですけれども、まあ、そういう一連の行動をですねあのしていただくことで翌日すっきり仕事にあの向かっていただけるというような形のものになります。いわゆるその、はい、スパイメモみたいな、スパイ手帳とかについてたみたいな、はい、あの秘密があの溶かせるメモというやつと同じですね。はい、そうですね。ちょっとやってみていいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ。ちょっと和紙みたいな感じのものですね。はい、こんな感じの紙を水の中につけると、はい、貼ってつけると繊維が崩れてきて、溶けるみたいな見え方ですね。あ、もうボロボロですね。そうですね。でレンジで溶けるあの使うと60度ぐらいですとちょうど溶けやすい温度になってくるんで、でまあその心のモヤモヤをレンジでチーンと成仏させるノート、モヤチンノートという、まあ、ちょっとダジャレのネーミングになりますけれども、あ、これこのまんまの紙でも水には今溶けてますけど、はい、そうですね、これを電子レンジで温めるとさらに溶けやすくなる、より溶けやすくなると。はい、そうです。なるほど。でなので
モヤモヤを書いて、そうですね、チーンと、あのリンゴチーンというあのかけてモヤチンの音で成仏してくださいという。占い師小泉カレンさんの、はい、ブースです。こちらでは、はい、あのホロスコープを元にした手帳の使い方やアドバイスという占いと手帳を組み合わせたものを行っています。あとはあのミニ鑑定としてタロットカードで運勢なども占うことができますので、自分のスケジュールを見直したい方にはすごいおすすめになっております。こちらがあの手帳につけるストーンチャームでございます。こちら大当たりは高級ストーンが入ってまして、ちょっと手帳タイムがのテンションが上がるようなアクセサリーになってます。こういう感じです。はい、こちらストーンを使ったアクセサリーも販売してます。エピリリです。今日はあの手帳の裏抜けしづらい手帳のスタンプ、手帳プっていうものを作ってるので、そちらの受注販売会と、あと消しゴムハンコのお名前彫りを、普通の浸透印なんですけども、線を極力極限まで細くすることでインクの浸透を抑えて、それで裏に抜けにくいように、うん、裏に抜けにくいと。はい、そうなんです。これ80種類あって、これはネットで買えるんですか。はい、でそれの、を作ってらっしゃる、はい、だけども一緒にこの消しゴムハンコもやられてる。はい、もともとは消しゴムハンコとか消しゴムハンコ図案のキャラクター商品とかを作ってる会社なんですけど、で今回は今はここで、実際に消しゴムを彫って、注文があると彫るっていう感じなんですね。はいはい、そうです。今日こんな感じで撮りました。なるほど、はい、私はこのミーニングノートっていう毎日チャンスを1日3つチャンスを書いて、こう自分の進む道を探していくっていうノートのメソッドの、うん、あの著者であり、このノート開発をして今このノートの販売もしています。毎日自分の毎日の中から3つ心が動いたことをですね、チャンスとみなして、あのそれをですね、出来事だけじゃなくて出来事プラスこう意味付けっていう形であの書いていって、そのチャンスをこう見つけ出す力をあのトレーニングするっていうノートのメソッドになっています。ミーニングノート、はい、でこのやり方を反映したノートなんですか。はい、これはそうですね、はい、そうあのミーニングノートのフォーマットがありまして、うん、あのこの右ページにこう1週間のチャンスを書いて、で左ページに1週間のまとめを書くっていうやり方をやってるんですけれども、あのその専用のフォーマットで今回あのノートを作りました。ノートの本文ってどんな感じ の、 あの書いてないページだとどんな、あ書いてないページはですね、チャンスを書くページはこんな感じになっています。右側が1週間になっていて、はい、で左側がこの方眼になってて、はい、まとめを書く、はい、なるほど、はい、であのスケジュールも書けるようになってたりとか、はい、あとこう1年こう全体をプロジェクト型でこう全体を計画立てるようなシートも入っていて、これ1冊であのスケジュールもチャンスのメモもあの仕事のメモなんかも書けるようになっています。ここら辺はですね、はい、これはあのノートをあの入れるノートのポーチを、はい、こう大切なチャンスを書き込むノートなので、うん、大切にあの使ってほしいっていう気持ちを込めてポーチも作ったりとか、あとこれはですねこうちょっと面白いもので、あの100年分のですねチャンスを書けるですねあのファイルを作りました。これ1歳から100歳までですね、毎年1個その年の大事なチャンスっていうのをあの毎年1個ずつですね書き足していってもらうファイルになっています。人生全体をこう、はい、この1枚で見れるような形になっています。あのそうですね、まずミーニングノートやり方と考え方がすごい大切なので、まずはあの本を読んでいただくのがおすすめです。ぜひ読んでください。3年半かけて書いたあの汗と涙の結晶でございますので、ぜひ読んでみてください。ありがとうございます。ウッドチップラボと申します。私たち紙の会社なので、いろんな紙物を中心に持ってきています。で一番手前にあるのが万年筆写っていう紙のセットになりまして、紙屋目線で選んだいろんな質感だったり色だったりの紙を10種類セットにしていまして、万年筆で書いていただいて、それぞれ違った書き味を楽しんでいただけるようなセットになっています。
実際中に入ってる紙はこんな感じの。そうですね、こちらちょっとごく一部なんですけど、はい、全部で10種類の紙が入っています。こっちがマーメイドっていう紙を使ったスケッチブックになっていまして、赤い表紙の方が茶色系のラテ系の色が入っている、青い表紙の方がかなりカラフルな色が入っている、アクセントカラーが揃っているアクセントっていう2種類をご用意しています。何ページかごとに色が違うってことですね。そうですね、はい、5枚ずつ全部で5色入っていますね、うん、主にそのスクラップブックとかそういう感じのイメージなんですか。そうですね、アクセントの方については、うん、スクラップブックみたいにいろんなものチケットを貼り付けたりして遊んでいただくものし、あとはもうこの紙自体を例えば切り抜いてアイドルの内輪の文字に使ってもらうとかっていう材料として、色画用紙として使う。そうですね、はいはい、もよしですし、うん、あとはラテについては基本的に淡い色が多いので、普通にイラスト描いていただいたりスケッチに使っていただいたり、あとはあの写真の背景として使っていただけるようになってますので、 A3 サイズはそういった形で使っていただくのもおすすめします。ここに物を置いてこうやって撮るみたいな。そうですね、はい、サイズは A5 と A3 サイズご用意しています。あともう一個持ってきているのが紙の缶バッジになっていまして、うん、表面にあえてラミネートのシールを貼っていないので、表面のエンボスだったり質感だったりを直接手で触れて楽しんでいただけるような商品になっています。無地の紙についてはこういったスタンプを押していただいたり、自分でイラストを描いたりしてオリジナルの缶バッジを作っていただけるようにもなっています。千と縫いというブースになります、はい、主にあの革細工で、文房具の、まあ、ペンケースだったりとか、あとは M5 のリフィルですね、手帳に挟んでいただくものを作ってます。これは M5 のリフィルなんだけどポケットになってる。そうですね、カードとか名刺を入れておくようなリフィルになってますね、うんうんうん、はい、だいたいあのクレジットカードで3枚ぐらい、名刺だったら 7,8 枚は収納できるかなっていうところですね、うんうんうん、で特徴としてはあの上の方が縫ってないので、ちょっと比較的あの厚めのものを入れたりっていうこともだいぶ自由が利くように作ってあります。これは本革ですか。はい、これはあのロロマレザーというレザーを使ってまして、ダヴィンチさんのロロマクラシックと同じ革を使ってます。で新色がこの辺ですね、この3色が、ちょっと前に1年ぐらい前ですかね、はいはい、あの、はい、出た革を使って、作ってるものですね。葉っぱ屋です。葉っぱ屋さん、店舗を持たずにこういったイベントさんとかカフェさんとかで、あの普段あの普通の文房具屋さんでは扱ってない作家さんの紙雑貨を販売させてもらってます。例えばどんなもの。今回はですね、はい、大阪のマスキングテープのちぎり絵作家さんのちぎり絵で作った作品をプリントしたシールでしたり、あとちぎり絵用にその作家さんがメーカーさんと開発したマスキングテープのセットを販売させていただいてます。でこちらがノスタルジーっていう6色セットなんですけれども、そのノスタルジーで作った作例がこちらで、これも大阪 その田村美希ちゃんという作家さんに作っていただきました。今年出たばかりのものとなっておりまして、アースカラーのベースカラー系の無地のなんですけれども、あえてのこう色ムラがあるんです。この色ムラがあることによってこうこなれ感が出るので、重ねたりするこのグラデーション作るのにとても最適で、あとは裂くのがですね、裏地の白い部分がこう出やすくなってしまうんですね。だけどこちらのサイエンさんのテープになりますと、割とそんなに出ないでまっすぐこう綺麗に切り取れるので、白い部分に邪魔されずに重ね張りがしやすいのが特徴だと思っています。私はもうちょっと小さくサイズを作ったら、例えばこちらの鉛筆タイプなんかはこれ方眼のマスキングテープをちょっとちぎって簡単に作れるので、はい、手帳の余白とかに書くことがなかったらこういうのを作ると可愛いよっていうので、今手帳女子の間で結構評判です。あとは私が趣味で作ったドイツ語パンダです。あのドイツ語の日本で売ってるものに書かれてるドイツ語があまりにもつまらないものばかりなので、うん、すごく当たり前に使うドイツ語を、うん、自分で勝手に書きました。
なんて書いてあるんですか？ビゲーツっていうのが元気って、うん、隣がシュンタークって書いてあるんですけど、それは良い一日をで、これはドイツで知らない人同士が顔を合わせた時にもよく使う挨拶フレーズなので、その2つにしてみました。なるほど、ありがとうございます。ということで、手帳夏祭り見てまいりました。初めて参加したんですけれども、まあ、手帳のね、好きな方々が、まあ、ブースを出して販売する人もいるし、朝食会みたいな形でですね、まあ、みんなでワイワイと話す場所として、まあ、ブースを借りているところもあるしということで、まあ、みんなそれぞれの使い方を楽しんでいるようなイベント会場でした。あと途中ですね、講演会だったりとか、それからまあクイズ大会みたいなのが間にはまったりとかしながら、まあいろいろとやってるみたいですと。まああの手帳ファンの方、もしね、興味がある方はですね、また時々イベントをやってるみたいなので、まあホームページなんかをチェックしてみるといいかなと思います。今回参加されてた方々ですね、まあ多くの方がネットショップなんかで、販売等もやられているということなので、まあ一応あの詳細欄の方に可能な限りリンクとかを書いておいたりとかしようと思います。まあ、全部ではないかもしれませんけれども、ご了承くださいという感じですね。まあ、会場限定販売みたいなものもあったりするので、全部買えるわけではないと思いますけれども、興味のある方はその、サイトの方も、ご覧いただければというふうに思います。ということで、まあ、駆け足での紹介になりましたけれども、今回はこんな感じでした。以上です。